8月21日に日本デビューが迫るニクが8月3日、日本初のショーケースツアーニクショーケース2024ライドザバイブをスタートしライブレポートが到着した。強い意志と決意を持ってこの日を心待ちにしていたニク。本番に向け期待が高まると同時に、その分未だかつてない緊張感も漂っていた。うだるような暑さの中、会場周辺には本公演を待ちわびていたネックス 2Y。 肉のファンの故障が駆けつけ、圧倒的な熱気と高揚感に包まれた会場のボルテージは開演前からどんどん上がっていく。開演時間になると安定し、幕開けには凄まじい大歓声が沸き起こった。メンバーへ手を振るファン、肉の名を叫ぶファン、そして歓喜は待って涙を流すファンの姿も見受けられた。それぞれのネックス 2Y の思いをしっかり受け止め、肉も全力のパフォーマンスでそれに応える。 もはや開演前にメンバーから垣間見えた緊張感は完全に吹き飛び、新人アーティストらしからぬ道踊り自る圧巻のステージを披露した。一方、ショーケースということで、途中トークコーナーも設けられた本公演。韓国大衆文化ジャーナリストの古山さゆきが MC を務める中、パフォーマンスとは打って変わって平均年齢17.4歳らしい等身大の彼らが浮き彫りになる。 想定していた回答をまとめきれず仕切り直してテイク2に臨むメンバーや、マイクを使わずコメントし始めるメンバーも、うい踊りじしい立ち回りに、観客のテンションは、むしろヒートアップ。パフォーマンス時とは、ほど遠いおどおどした姿に、可愛いの声援が大渋滞していた。徐々に場の雰囲気に慣れてきてからは、トークに掛け合い、ダンスチャレンジと、各メンバーが各々の個性を遺憾なく発揮。 会場は終始温かいバイブスで満たされていた。そして、後半のライブパートへ、新曲や初披露となるパフォーマンス、そして二次プロファン待望のファイナルステージか大曲、ミラクル、まで、大充実のセットリストとパフォーマンスで駆け抜けた。最後の MC パートでは、来場者への感謝を伝えながら、福岡出身で地元外線組となるリーダーともや、顔面国宝優の目に大粒の涙が、 つられてソジオンも完涙し、結果オーディション番組、日プロジェクトシーズン2、最終回さながらメンバー全員で肩を抱き合う姿も。末っ子ラインの HYUI が忘れられない一日になりました、としっかり締めくくり、大盛況で幕を閉じた。ジャパンファースト EP、ライド・ザ・バイブ、ジャパニーズバージョン、キープオンムービングを引っさげた日本デビューを控え、 全公演ソールドアウトの日本初ショーケースツアーで今月大阪、東京をめぐる2区。今年の夏は2区の活動とともにまだまだ暑くなりそうだ。